こんにちは。私は日本 VE 協会 v 活用支援アド,アドバイザーの足立です。コロナ問題が長期化する中、VE 活動がなかなか進まないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。そこで本日は、オンライン環境での v ワークショップの進め方として、機能の定義と機能の整理の方法などをお伝えします。ポイントさえ押さえれば、オンラインでのグループワークは決して難しくはありません。 皆さんにお伝えする3つの内容です。1、オンライン用ワークシート。参加しているメンバーがオンラインで同時に書き込めるワークシートのことです。2、機能の定義。オンラインでの機能の定義の仕方をご紹介します。3、機能の整理。オンラインでの機能系統図の作成方法をご紹介します。 最初にオンライン用ワークシートについて説明します。ここでは、オンラインでワークシートに複数メンバーで同時に記入する仕組みについてご理解ください。なお、詳細は代替案作成編にて詳しく説明しています。合わせてご覧ください。オンラインで利用できるワークシートとはどのようなものでしょうか ?Excel、オンラインを利用します。 オンンライでででワーークシートにに同時に記入すす。るることができる仕組みですワークシートの操作の手順について簡単に説明します。まずはワークシートをクラウドに保存します。次に共有したいメンバーを招待します。招待されたメンバーがワークシートを開きます。右の図をご覧ください。招待メールの URL をクリックすると ブラウザー上にワークシートが起動します留意点について説明します同一セルへの同時書き込みはできません対策としては年ンごとに書き込むセルをあらかじめ割り当てますこの後ご紹介する機能の定義機能の整理においてどのようにメンバーへ割り当てるのかを具体的に紹介しますオンラインでの 機能の定義の仕方を説明します。ポイントは、担当者ごとに構成要素を割り当てるということです。VE 実施手順の一覧表です。機能の定義は、詳細ステップの2番目です。その働きは何ですかという v、e、質問に答えることになります。機能の定義の目的と作業の手順を説明します。 目的は構成要素の機能を明確にすることです構成要素とは部位対象を構成する要素部品のこと機能とは働き目的のことですつまり部位対象を部品に分解してそれぞれの働きを明らかにします次に作業の手順について説明しますまず対象テーマを 構成要素、部品に分解します。次に、構成要素ごとに機能を定義します。機能の定義とは、機能を名詞と動詞で簡潔に表現することです。具体的には、何々を何々すると表現します。例として、身近なものを機能定義してみます。電球であれば、光を発生する。 電線であれば電流を流す、腕時計であれば時刻を示すとなります。この後、事例を交えてご説明します。ある地方都市に計画された都市公園を対象テーマとします。その都市公園を5つの構成要素に分解します。エントランス、多目的広場、芝生広場、 園内通路境界植栽の5つですこれらの構成要素について機能を定義していきますワークシートへの具体的な入力手順をご紹介します1ワークシート機能の定義を開きます右の図のようなシートです2構成要素ごとに機能を定義する担当者を決定します これは、同一セルへの同時書き込みができないからです。3。ワークシートに、機能の定義を入力します。自分が担当する構成要素のセルに入力します。何々を何々するという、名詞プラス動詞で表現します。入力が一通り終了したら、 構成要素ごとに内容を確認します。機能の定義に漏れはないかを全員で確認します過不足があれば修正します。3機能の整理オンラインでの機能の整理の仕方を説明します。ポイントは前の手順で作成した機能の定義のセルを移動して系統図を作成するということです。 VE 実施手順の一覧表です。機能の整理は、機能の定義の次のステップです。その働きは何ですかという VE 質問に答えることになります。機能の整理の目的と作業の手順を説明します。目的は、対象テーマの果たすべき機能を明確にすることです。作業の手順ですが、 機能の関連付けを行います。前のステップで定義された個々の機能を目的と手段に関連付け整理します。ある機能に注目して何のためにと問いかけその機能の目的となる上位機能を探します。またある機能に注目してどのようにしてと問いかけその機能の手段となる下位機能を探します。 機能を整理すると、図のような系統図が作成されます。言葉だけでは分かりにくいので、洗濯機を例にして、機能系統図の作り方を説明します。今回は、左側の最上位機能から、系統図を作成する方法を紹介します。まずは、洗濯機の機能を定義します。このように、8項目の機能を定義しました。この中から、 洗濯機の最上位の機能を選びます衣服の清潔さを保つという機能ですこの機能は、系統図の一番左側の一時機能となります似ている機能のグループを作ると、系統図を作成しやすくなることがあります残りの7項目について、ブルーのグループとグリーンのグループに分けました ブルーは洗浄に関するグループグ,ルグリーンは脱水に関するグループです次にそれぞれのグループの中で最も目的的的な機能を選びますブルーのグループからは衣服の汚れを除くを選びましたグリーンのグループからは衣服の水分を除くを選びました 選んだ2つの機能を基本機能を果たす手段つまり二次機機能能として、基本機能の右側に並べます。次,に二次機能を果たす手段として3次機能を右側に並べます振り返ると系統図の左から右へ「どうやって?」と手段を追求しながら系統図をまとめました。 今度は逆の流れで、目的を追求することで作成した機能系統図を確認していきます。右側の三次機能の目的を考えます。例えば、水を蓄えるという機能について、何のためにと問いかけます。衣服の汚れを除くため、という目的を果たすためなので、相互の関係が正しいことがわかります。 次に、二次機能の衣服の汚れを除くのは何のためにと問いかけます。衣服の清,清潔さを保つためという目的を果たすためなので、相互の関係が正しいことがわかります。以上が機能系統図の作成の流れです。この流れをご理解いただいた上で、ワークシートへの入力手順に進みます。 ワーークシートへの具体的な入力手順について説明します。1ワークシート機能の定義を開きます2前のステップで作成した機能の定義をコピーしシートの左側へ貼り付けます今回は左側の一次レベルの機能から系統図を作成していきます3基本機能 1一次レベルの機能を選定します。左側の列に貼り付けた機能定義の中から、最も目的的な機能を選び、移動して貼り付けます。4 2次レベルの機能を選定します。基本機能の手段となる機能を選定します。どのようにしての答えとなる機能を移動して貼り付けます。5 3次レベルの機能を選定します。2次レベルの機能の手段となる機能を選定します。どのようにしての答えとなる機能を移動して貼り付けます。6. セルを色分けすることで機能分野を明確にします。機能分野とは、2次機能を目的とした簡易機能のまとまりのことです。 7. 出来上がった系統図を全員で確認して過不足があれば修正します以上で機能定義と機能の整理についての説明を終了します。